せーの、いただきますからごちそうさまで。食のリベラルアーツをゆるく雑談していくゆる美食学者の梅さんです。そしてゆるデザイン学徒の黒鬼です。よろしくお願いします。いいねいいね皆様ご協力ありがとうございます。今日はね、ビジネスの話をしようと思って。え、美食学じゃないんですか？美食学なんだけど、まあ、どうせこうねお客さん来てもらってるから、まあ、金儲けのねお話できたらいいなと思ってねお金儲けの方法をお教えしましょう。いや、どう見ても怪しいです仮面の人から聞く話題ではないと思うんですけどあのね、ラーメンをね開発するとねお金が儲かるのよ。すごくない？そうだ、そうだあのね、日清食品さんっていうのがいるんですけども、それを作ったですね安藤桃福さんがですね、40歳一文無しでチキンラーメンというものをですね開発しました。今やですね日清食品は、時価総額1兆円を超える企業になっていますので、あの皆さんもですね今から僕があの話すことをですね、ちゃんとですね覚えてですねラーメンを開発していただければですねお金持ちになれます間違いないです。なんかビッグネーム出して騙そうとしたうさんくさいうさんくさいかなあのね、なかなかその発明者がね市場のトップに立つってことがなかなか難しくてですね、まあ、エジソンとか、エジソンって何作ったの発明家じゃないですか、なんか、ね、なんかの発明家、なんだガソリンを作ったのが、メルセデス・ベンツ の、 あのカール・ベンツさんっていう方なんですけど、はいはい、来年機関っていうその、自動車を生み出すやつを作った人がニコラウス・オットーさんっていう人なんですよね。発明者とそれを市場に広げた人っていうのは、あの別になってしまうので、マクドナルドもね、マクドナルド兄弟が作ったけど最終的にはあのミキサーを売ってる人がですね、そのシステムを奪い取って全世界に広めたので、発明者が、市場のトップに立つっていうことはなかなか難しいんですけど、安藤桃福さんですね、はい、チキンラーメンを発明し、さらにインスタントラーメンの業界のトップにいると。すごいですね。すごいでしょ、お金儲けできそうでしょ、できそうです、ね、そんなあの安藤桃福さんの人生をですね追いながらですねラーメンの歴史について、みんなでしっかり学んでお金を稼ごうというお話をしたいと思います、はい、よろしくお願いしますいや、そういうセミナーみたいな感じになってますけど大丈夫かな、あの紹介してあの次の、ね、人を紹介してどんどん紹介していくとお金が儲かっていくという簡単ですけど安藤桃福さんのですね、まあ、出生から、遡っていきたいと思うんですけれども、安藤桃福さんはですね台湾で生まれました、まあ、当時の台湾はですね日本の占領下にあったので日本語で授業があったし、まあ、なんならその日本人宅に下宿していたので、まあ、いわゆるバイリンガルっていう感じの、方ですね、台本飛ばしたけど、あの満腹っていうNHK のドラマご存知ですかね、あれのモチーフになったのがですね、安藤桃福さんですので、まあ、日本でも知ってる方は知ってるというような知名度ですよね、まあそのどこまで読んだ俺日本で、生まれた方はですね、安藤桃福さんは外国人なので今からその開発をしようというのはしようという思いがあるんでしたらですね、まずはあの外国に移住して、そこから事業を広げるということが、まあ、いいんじゃないかというふうに思われます。レオさん今あのフランスに行ってるので、まあ、レオさんはあのラーメンさえ作ればですねビッグチャンスが訪れるというそういうことじゃない気がしますよねまあまあチキンラーメンのお話に戻りますね、はいはい、チキンラーメンのすごいところっていうのは3つあります、はい、まず1つはですねラーメンの麺を揚げているところにありますラーメンの麺を揚げている、はい、ラーメン屋さんの麺ってあの普通はですね茹でてますよね水ってあで、はいはいはい、それをスープに浮かべるみたいな形こ、こんなしますね、うん、こういうやつね、うん基本的には小麦と、まあ、水と乾水を練り合わせたものを茹でてっていう風な製法なんですけど、チキンラーメンはですねまず
蒸して、はい、麺を蒸してから油で揚げるというですね、はい、特殊な製法をしてます。うん、皆さん、あんまり理解してないかもしれないですけど、もはや製法が違うんですよ、これ。はいはいはい、すごくないですか、うん、これはなんか奥さんがですね、天ぷらを揚げてる時に思いついたというふうに、自伝では書いてあるんですけども、はい、この製法かなり異質なものなので、うん、本来はですね、ラーメンという食材ではないものを我々はラーメンだと思い込んでいるというところに、この凄さがあると思います。あ、確かに。でこれが問題なのがですね、彼が完全にこの作り方をオリジナルで提供しているというわけではなかなか言い難いと。え、発明家じゃないですか。発明家なんではあるんでしょうけど、まあ、実はその台湾にはですね、そもそも麺を揚げるというラーメンの製法が存在してましてですね、これをイーフー麺やイー麺と呼びます、はい、これはですね、スープで戻すという形を使ってるんですけども、安藤桃子さんが開発したチキンラーメンはですね、そもそも麺に味をつけて油で揚げるものなので、若干製法が違うということはまあ違うんですけど、でも味付いてる場所違うだけじゃない。まあそうね、だからパクリかもしれないって感じ。マジか。まあそこら辺はですね、石毛直道先生という方がですね、食の重要なですね、文化麺類学というですね、書籍の中でですね、安藤桃福がオリジナルだというふうには言ってはいるんですけれども、まあ、その完全に安藤桃福自体がそのいい風麺またはいい麺を食べてないとは言い難いので、まあ、そこからインスピレーションを受けたというふうなことは言えるんではないかと。これはですね、ひろゆきさんがの動画でそういうふうに言ってるので、まあ、ちょっと微妙なところを突かれたなという感じではありますけど、食の権威なのでね、石毛さんはですね、まあ、我々は安藤桃福がオリジナルだというふうに主張するしております。はい、パクリかもしれないけど権威のある人が認めてるからそういうことなんだろうと。そういうことだし、うん、その製法で取っても取っちゃってるので、ああじゃあ、まあオリジナルかなというふうには言えますね。ちなみにこの時期にですね、この時期にこの3年前にですね、ベビースターラーメンが実はできてまして、ベビースターラーメンはですね、はいはい、油で揚げてるわけではなくて、乾燥させてる味付けの麺なんですけども、お湯で戻してないので、ギリ、ギリね。まあ。なので、安藤桃福はオリジナルだというふうに、まあ、はいはい、一応ね、言っとこう。一応言っとこう。このチキンラーメンがですね、はい、一般化した背景にはですね、アニメの番組を提供したということが、大きいと思われます。まあ、当時はまだ黎明期だったですね、モノクロテレビのアニメ番組にですね、チキンラーメンの CM を挟んだことによってですね、子供から爆発的にバズったというふうに言えるわけですね。魔法のラーメンとしてメディアの力を早くから取り入れたのはですね、先見の明があったと。魔法って大げさじゃないですか。魔法、まあそうね、当時インスタントラーメンという概念がなかったのに、それをお湯を入れただけで食べれるっていうのはね、やっぱ魔法みたいなものですよね。あ、まあ言われてみれば、言われてみれば、こんな魔法みたいなですね、食品なので、もちろんコピー商品とかですね、商品が出回ります。でしょうね。この粗悪品がですね、本当に質が悪くて、パッケージだけ変えたというか、パッケージだけを使って中身を全然違うものに変えたりとかですね。わ、悪いな。ただそのインスタントラーメン業界自体の品質を下げるものだったので、バチクソ告訴します。めちゃめちゃ自分はパクったかもしれんのに、自分がパクったよ、でもそういう確かにそうね。まあその品質が下がるということをですね、まあ、オリジナルの安藤桃福さん許せませんので、製造年月日というものをですね、パッケージに刻印したりですね、インスタントラーメンの安全性をアピールしていきます。ああ大事ですね。まあ、さらに先ほど言ったですね、油で揚げる瞬間油熱乾燥法っていうのを特許にしまして、ベビースターラーメンが、開発したですね、味付け乾燥麺、こちらも買い取ってですね、まあ、事実上ですね、日清食品以外がラーメンを作るということができない、他の会社がラーメンを、インスタントラーメンを作れないという状況をですね、事実上確立したという形になります。
でもこれによってですね、市場独占してしまう懸念があるんですけども、うん、そうですね、安藤桃福さんはですね、このインスタントラーメンというですね、市場自体を広げたいという思想のもとですね、製法を公表をしていきます。まあ、正式な手段を取ればですね、のれん分けをすることを許可したみたいな感じになるんですけども、これを行っていたのが日本ラーメン工業協会という会があるんですけども、これの会長になります。へー、まあ、どっちにしろ事実上トップは揺るぎないという状態です。確かに、うんうん、そうですね、はい。ラーメンのすごいところ、俺2つ目って言った、さっき2つ目の話した、3つ目だって、これ台本で3つ目って書いてあるんだけど、なんだっけ、ね、油で揚げてんの、1つ目が油で揚げてるからすごいっていうこと、2つ目が、製法を明かしてその市場をですね、うんうん、開いていこうとしたこと、うん、さらに3つ目はですね、はい、うどんやそうめんに勝ったということですね。はい、うどんとかそうめんはもともと日本奈良時代ぐらいにはもう伝来していました。日本には古くからですね、うどんやそうめんなど小麦粉を使った麺料理があったんですけれども、それを追いやってラーメンが市場を主食として君臨した、このことがすごいことだと言われています。この背景にあるのは、戦後の日本はアメリカの属国だったので小麦粉が余ってました。まあ、そんな中ですね、パン屋とかがちらほら出てくるんですけども、いきなりですね、パン食を日本人に勧めるというのはですね、なかなか浸透しなかったというわけで、大量のですね、余剰小麦が余ってしまっておりました。そこに目をつけた安藤桃福はですね、アジア人なら絶対にパンより麺だろうということで、チキンラーメンになったというですね、まあ、いわゆる政治的な流れをこのビッグウェーブに乗ることができたためにですね、チキンラーメンが浸透していったと。まあ、さらに時代背景としてはですね、高度経済成長期みたいな感じでですね、人々のライフスタイルも変わってきまして、まあ、仕事が忙しいので簡単に食べれて栄養価の高いインスタントラーメンの、ブームにつながったのではないかというふうに思います。まあ、まさにですね、時代のニーズに恵まれたというような感じですね。そうですね、はい。じゃあ、まあ、安藤桃福という人間がですね、どんな人だったかということですね、まあ、彼の生涯を渡っていくことですね、どうやってこの開発に至ったかというのをお話ししていきたいと思います。はい。彼はですね、まあ、台湾で生まれ、まず祖父のですね、呉服屋をお手伝いして、はい、師匠になり、繊維食品の輸入業を立ち上げ、大阪に住み始め、はい、最初の奥さんとは別の人を連れて日本で大学に通い始めます。ほう、ジョブホッパーってやつですね。ジョブホッパー、うん、ピョンピョン転職していく人、うん、そうね、うん。安藤桃福は18歳で結婚してですね、後日清食品を継ぐひろときさん、これが2代目の社長ですね、うん、を授かっており、その後ですね、日本で結婚した雅子さんと、うん、高木さんというですね、今の3代目社長を気づきます、うん、気づきますという言い方は良くないね。そうね、日本語の名前、まあまあまあ、まあ簡単に言うとですね、重婚してます。重婚、はい、はいはい。台湾で結婚して、さらに日本でも結婚しているので、はあ、ジョブホッパーならぬ、うん、なんていうんだ、メリーホッパー、メリーホッパーなんか悪そうで、英語とか分かんないからね、うんうん。まあ、その当時は戦後っていうのもありましたので、うん、ここら辺はまあ皆さんもね、寛容に受け止めていただければいいとは思いますけれども、うん、まあ、当時も現在も重婚は犯罪ではあったという、うん、ちょっと頭の片隅に入れて、おや、誰だって言われるのかって言ったの違うぞ、おやただただ重婚してただけだぞ、うん、いやー、ちょっと戦後ですね、外国国籍だったためにですね、はいはい、戦後の政策として財閥解体というものがありました。この財閥解体の資産処分に合わなかったためにですね、その資産を使ってですね、山を買ったりとか自動車の整備会社を作ったり塩を売ったりということをし始めました。外国人だと財産を取り上げられなかった。そうですね、でもまだ食の話が出てきてないですね。まあ、でも塩作ってますからね。まあまあまあ、うん、なんかこの頃からですね、はい、栄養食品みたいなものも手を出し始めます。ビセイクルというですね、パンに塗る、まあ、ジャムみたいなバターみたいなやつで、
なんでしょうね、美味しくない方そうですよ。でしょうね。美味しくなさそう。美味しくない、まあ、その完全飯というものをこの時からまあ手がけていたというふうにご理解いただければと思いますけど、逆にですね、塩作りの方の調子が良くなったので、GHQ にですね捕まって2年ほど投獄されます。投獄2度目の投獄ですね。2度目です。あ、そうか。ですね、言い忘れてましたけど、はい、地中にですね、物品を横流したというですね、疑いをかけられてですね、45日間ぐらい投獄されています。この時に食の大事さみたいなのを学んだみたいな事例ですね。ほいほい投獄されてますね。投獄されますね。まあ、ちょっと外国人金持ち許せないみたいな感じが、まあ、当時の空気感としてあったので、まあ、一部そういう見せしめみたいな感じで投獄されたというふうに書いてありましたね。銃痕で投獄されたわけではないですね。そうですね、はい。まあ、言いがかりで難癖をつけてって感じですね。刑務所から出た後はですね、信用組合の理事長になります。これがですね、クソ失敗して、一文無しになります。あららららら、ら、まあ、この時ですね、はい、40歳です。うわー、40歳ぐらいのおっちゃんがですね、まあ、信用金庫組合の会長みたいな、まあ、結構偉い人になって、いきなり、うわ、心折れちゃいますよ。ゼロになって、そこから自宅の裏庭に小さな掘ったて小屋を建ててチキンラーメンを開発。はい、おー、すごい。この期間なんと1年と。1年、まあ、実際にはそのビセイクルというようなものがあった時からですね、はい、10年間ぐらい一応その開発の構想みたいなのをしてたんですけども、家族でですね、チキンラーメンをその1年間で作り上げたと。熟婚してんのに。熟婚してんのに。まあ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 、まあ、クレイジーな方というふうに覚えておいていただければと思います。うん、まあ、これはですね、戦後の焼け野原になった大阪の町でですね、闇市の中行列が並んでいたラーメン屋と、まあ、そのビセイクルというですね、栄養食品を作ってた時の経験が見事に重なってですね、生まれたものだというふうに言えると思います。まあ、まあつまりですね、金持ちになりたければですね、海外移住をして、住婚をして、はい、投獄して失業したらいいと。はあ、なるほどなるほど、ということですね。はい、だからレオさんもあとは投獄とね失業して頑張って、あ、住婚もあとね、住婚もしてくださいね。うん、金持ちになる。まあ、それでいうわけですね、安藤桃深が作ったインスタントラーメンは世界を、そして我々日本人のラーメンに対するイメージを変えたということですね。はいはい。うん、まあ、なんかそんな感じで作られたけど、うん、僕がね、インスタントラーメンに思ってる思いはですね、はい、と深いところでつながってるんじゃないかというふうに思うんですよね。はいはいはい、何かすごかったみたいな感じで、まあ、瞬間油熱乾燥法がすごかったとか、まあ、重婚して、ちっちゃい掘ったて小屋で、1年間で作ったのがすごかったとか、そんなのじゃなくてですね、はい、まあ、インスタントラーメン自体はですね、長期間の保存が効くという利点を生み出したことがですね、実は最大の功績だと言えます。これはですね、お湯をかけてすぐ食べれる、しかも栄養価が高い、このインスタントラーメンが、非常時災害とかで、役立ちます。まあ、つまり安藤桃福はですね、焼け野原の大阪の町を見て、からずっとですね、人の役に立つですね、食べ物食品を作ることに執着していた。そのことによってですね、仕事がない若者を雇って塩作りに尽力したりですね、栄養失調で苦しむ人たちのためにですね、栄養食品を作ったり、余剰小麦を使って妊婦でも食べれる安心なラーメンを開発したり、粗悪品を排除して、製造年月日を公表したりとか、製造法を公表したりとかですね、彼はひたむきにですね、食の大切さというものを追求してたというわけです。なんかいい話になってきましたね。いい話ですよ、いい話ですよ。そこの悪さとかはこの際度外視にしましょう。はい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 。1995年1月の17日、阪神・淡路大震災の時に二次災害として、火災が起きて、文字通り焼け野原になりました。避難先にですね、
被災者が避難している先にですね、安藤百福はいち早くキッチンカーを手配して100万食のですね、インスタント食品をそこに配って行きます。あ、まあ、これがですね、戦後の焼け野原になったですね、大阪の時に見た光景、無力だったその時の自分はですね、ここでインスタントラーメンというものを作ったおかげでですね、多くの人の命を救うことになったと。はいはい、その後もですね、自然災害だ、戦争とかで非常時にはですね、日清食品は 各地にですね、支援物質で支援物資としてインスタント食品をですね、無料提供していたりします。あの極に新しい 3.1 日ではですね、200万食、ウクライナの戦争では支援金とともにインスタント食品を近隣諸国に送っています。知らず知らずのうちにインスタント食品っていうものに我々は意外と支えられてると思います。そうですね、有事の際の避難食として、非常食として、忙しい時の食事として、受験勉強の夜食として、身近なものから非常時に、そんなですね、安心な食を、安藤百福が作ったためにですね、我々日本人はラーメンを受け入れているということが言えると思います。安藤百福が抱いていた思いはですね、人々の生命の根源を支える食を通じて人々の健康と世界の平和に貢献することを使命という理念がありました。これはやっぱりビジョナリーカンパニーっていうね、だと思います。素晴らしいですね。こうしたですね、しっかりとしたビジョンがあった日清食品が、現在でも安藤百福の意思をつないで、業界のトップに立っていると、いうことが言えるので、本当にお金持ちになりたければですね、本当に理念を持つ必要があると。お金持ちが書いてるんですね。つまり重婚しても、理念がしっかりしてれば金儲けはできる。そういうことなのかな。まあ、そういうことですかね。そういうことです、そういうことなんですね。以上、ゆる美食脈ラジオでした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。